皆さんこんにちは。こんにちは。絵をしゃべろう、美術の沼人熊作と虎吉が絵をしゃべろうしていきます。今日はゴッホの20回目。あの耳切り事件の後、アルルで治療をし、その後サンレミの療養院に移った頃の絵を見ていきます。この人が耳を落とした時に手当てしてくれたお医者さんなんですよ。ああなるほど、うん、これもまあ15号ぐらいの絵なんです。これなんかちょっとクレパスみたいな、クレヨンみたいな描き方ですね。そうですね、はい、うん、背景なんかちょっともういわゆる装飾的っていうか、なんかそう、壁紙なんかをそのまま描いたんですかね。まあそうなんでしょうけど、なんか結構楽しく描いてますね。うん、そうですね、楽しく描いてます。楽しい感じがします。なんかピンクみたい、この襟元のピンクも聞いて、ピンクみたいなのなんかこれ変なもん、なんだろう、聞いてますね。これもしかしあのサイン結構でかいな。でかい、でかいです。あー、これいい絵だな。これはいいですね、本当にね。これはいいですね。オスカー・ハイラン、ハイ、あ、オスカー・ラインハルト美術館、スイスですか。スイスのヴィンタトールっていうところがあって、そこの中にあのついこの間ね、ヴィンタトール展っていうのをね、まあ、ついこの間って1年か2年前やってましたね。ああ、行ったのかな、私これ見てるような気がしますね。セタビだったかな。ああ、セタビなんて行かないな、みたいな。これ来てなかったと思うけどな、ちょっとはっきり覚えてないけど。これいいですね。これもすごいですよ。これだけ描くったらすごいですよ、これ。ねえ。うん。これだって本人もよく30号ですからね、よく満々ですね。そう。この時はだからあのまだ精神的な多分病気っていうよりは、その耳の病気、あ、病気じゃないや、怪我っていうか、自分がそれの治療で通ってたか入院してた時なんですよね。ああなるほど、これいいですね、やっぱりこれいい絵だわ。こんだけ細かく描くのは大変ですよ、これすごい素晴らしい。で、あのサンレミに行って療養院の絵ですかね。ああ、これは傑作なんだ、これ。あれ？これ、ゲッティセンター。ロサンゼルスにあるんですか、今これ。そう。この絵。うん、なんかオーストラリアにあったっていう話がしたけどな。もう一個あるんじゃないですか、似たような絵が。ああ、そうですか。いや、ちょっと私、オーストラリアの絵はよく知りませんけど。いや、私も言い換えない記憶だから、何のあれもないんですけど。ああ、これよく似てるのは北斎にあるんですよね、あやめの絵が。ああ、ありますね、これはまあ。あれ、モネもなかったっけ？モネは縦長のがね、アイリス。あの、西洋美術館かなんかのね。あれは縦長ですよね。縦長でしょ、うん、縦長、すごい縦長。で、うん、大きい絵ですよね、あれもね。でもこれも大きいですね。30号でしょ、これ30号ですね、これ、うん、だから。まあ、モネはもっとどでかいけど。もっとどでかい、あの、縦長って、細長いっていうかね。うん、そうですね。まあ、これはしかし、あの、アイリスが力強いですね。力強いです、これ、やっぱりこの、うん、この葉っぱがすごいもんな、葉っぱが。すごいね。花はもちろんだけど。はい。これはまあ、やっぱり花としては傑作ですかね。傑作ですね。うん、傑作ですね、これ。面白いな、花。白いアイリスが一個だけあって面白いですね。なんかあの、あれを目指しますね。若冲のスズメがこういっぱいこう飛んでるやつで、中に一羽だけ白いスズメがいるのが。あ、そのありましたけど、そんなに弱地 あったんですけど、これも一個だけ知られちゃって。ああ、まさかゴッホは弱地は見てないと思うけどな。いや、そうなんでしょうね。いや、北斎も見てるかな。北斎も見てないのかな。いや、北斎は見てるでしょう、当然。あ、見てますかね、北斎のあれ、あやめ。よく似てるもんね、この絵。いや、だから北斎のあやめって、あの北斎漫画の中にあるあ
あやめとか多分ありますよね。ちょっと私ははっきり覚えてない。ああるそういうのは見てると思うんですけどね。ああ、うん、あそういうとこあるもんな。あのちゃんとした大きな、なんだっけ、錦絵じゃないでしょうね、うん、あれもでも見てるかもしれませんけどね。まあ見てるかもしれないです本当に。あの結構そういうあの版画って紹介されてますからね。あの本物じゃなくても雑誌とかでも。そうですね。でゴッホはもうだいぶ経ってますからね、版画、まあ、ヨーロッパに入ってからね、ゴッホの時代は少し後だからな、モミより。あでも後ったってな、同時代ですな、ほぼね。モネだって49歳だった、まだこの頃。ああそうそうそう、あのそうですね。そんなにモネと年13歳しか違わないからね。違わないですよね、うん、ということで今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。コメント、ご質問お待ちしております。